岐阜県岐阜市にあるピットワンです。さあやってまいりました、おなじみピットワンさんですね。はい、ありがとうございます。偶然通りかかってよかったねえ、こんなご縁になるとはね、私がね言ってた例のものは出来上がりましたか。サトルスタイルのレターの件ですね、はいはい、バッチリ出来上がっております。なるほど、まずは使用前はこちらドンね、こういう感じですね。じゃあもう今回はバッチリ、はい、というわけでこちらですね、ドン、はい、いいじゃないか。ありがとうございます、ね、このホワイトレね、スタッドレスにこのホワイトレザーですね。そうですね、で僕が頼んでやったんですけどね、まあダンロップのタイヤなんでダンロップとで、まあ89ね、うちの89と、はい、ね、YB ボクシングジムってこれね、なんで呼ぶとヤバいボクシングジムヤバいボクシングジムヤバいまたは薬師寺 B 型だボクシングジムちょっと間違えたかなと思うんですけど、いやこれでいいです、はいはい、バッチリじゃないですか。ありがとうございます。もう薬師寺さんオリジナルで、はい、あのデザイン作りましたので、ありがとう、はい、もうこういうオリジナルのデザインもピットワンさんでやってくれるんですね。あ、もちろん、はい、やります。あ、ちなみにこの、ホワイトレター4本で通常はおいくらするんですか。通常は、はい、まあデザインして、はい、レターして、まあ、白色で、うん、まあ、大体1本1万2000円ぐらい。1万2000円、はい、ということは4本で、48,000円、はい、別税でですね。で、まあ、あのピレリとか、うん、あのタイヤメーカーのロゴダンロップとか、うん、まあ、そういうのであれば1本7000円から、うん、あでもできるよと、はい、できます。これでオリジナルのデザインだとするとちょっと高くなるよと、はい、そうですね。これメンテナンスってどうしたらいいんですかね。これメンテナンスは基本的にプリントタイヤにしてありますんで、うん、はい、あのワックスは基本禁止ですね。タイワックスダメ。ダメです。俺タイヤワックス大好きなのに。すいません、真っ黒タイワックスはできない。真っ黒になっちゃう。これ白とか黒くなっちゃう。そうですね。あら、真っ黒になっちゃうので、まあ、基本的にシャンプーのみで、はい、あのシャンプーで、はい、真っ黒になっちゃったらもう一回入れ直していただいて、また4万8000円いただくっていう、うん、そうやって儲けるんだ。違うわ何を言ってんの。ああそうなんだ、はい、だからタイヤワックスはこれ基本的にやっちゃいかんよっていうやつ、はい、で最初にお客さんにはまあ全部注意事項を話してそれでもやっちゃった方はもう一回やっていただく。なるほどで僕実はね、これスタッドレスで実はノーマルのタイヤももう4本やってもらったの見せますか、はい、どこにある。あこれがねノーマルタイヤです。にこれいいですか、このタイヤよく見てくださいよ。89ね、横浜、ここまでいいですよね。一つ多いなアドバンヤドバンとか言ってね、これちょっとオリジナルで作ってみました。どうですかとりあえずこれ変えてもらっていいですか。あ、はい、作業に、はい、そう、もう見てください。スタッフ早いからもう下見してるから、あ、いいね、そう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 で、いいねいいね、やってるふりをやってる、やってるふり、やってるふりをさせるのがうまいねさあ作業に取り掛かろうか。ということでプリントしていただいたスタッドレスタイヤに履き替えることに。かかった時間はおよそ15分。さすがプロの技。というわけで完成。お見事。いいじゃんこれね。かっこいい、かっこいいですね。かっこいいね、やばいボクシングジム、どういうことこれ1万2000円とかだったらでも結構手間かかるんだよね、こんなのね。まあそうです ね、データから作ると手間がかかっちゃいますね。だこういうオリジナルの、ホワイトレーターができますよっていうことですね。そうですね。でこれまた扁平率がこんな厚くても取れない。厚くても薄くてもいいんですけど、うん、薄いと全然やっぱ目立たないので、あまあこれだけ大きくできればね、やっぱあの、宣伝はできるんですけど。いや俺もね、こうなるべく目立たなくしてるんだけどな目立っちゃうな、めちゃくちゃ目立っちゃうねやべえな確かに和田君のところってあのタイヤ屋さんを真向かいでやるって言ってなかったっけ。そうなんですけど、まあ、12月オープン予定だったんですけ ど、まあ、今の状態をちょっと今の状態いきましょう。ワン、はい、いきましょう、はい、ドン。あれお化け出るぞ春予定。そうですね、ちょうどこのタイヤが夏タイヤになるぐらい。ああ、ちょうどこれ、はい、ちょうど春ぐらい。その時にちょうど来たらまたあの新しいタイヤをやれる。うまいなうまいな今度はあっちであの作業します。ああ、向こうでね、はい、タイヤ屋さんの方でね。そうですね。じゃあそれもピットワン
タイヤ部門みたいな感じなの？そうですそうです、タイヤ図ですね。あ、これか。そうです、これピットタイヤ図。なるほど、はい、というわけで、ね、はい、ホワイトレーター完成ということで、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。 CM の後はリバティーウォークにて LB オートサロンで渡る流。